ヒョ今日も楽しくゲーム実況プレイは大胆かつ慎重プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はいどうも皆さんこんにちはこんばんはミヒトです、シャドーバースの方でね精神の伝説新しいカードパックが来たということでね、これのために貯めたルピを使ってプラス配布された10パック13パックかな使ってやっていきたいと思います。ガチャ動画になります。やっぱレジェンドね 0.09% ってなかなか低い確率なんですけどねさらに低い 0.03% の確率で期間限定かなちょっとドロシーとインペリアルドラグーンが手に入るということでそちらも狙っていきたいと思います。さあ早速ガチャっていくぞっとこの演出はなかなかいいんじゃないか2つ回ってるぞ球体がいいエフェクトだなんかワンダーランドドリームスよりもエフェクトが好きですわ。さてとさすがに来るでしょうレジェンド1枚はねうん最初は何もかまあ、ゴールドは一つもないけど、まあ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 、あとなんだ、33パックくらいあるから、オッケーオッケー。来い！んー、ゴールドの前にレジェンド来た！キング・エレファント。こいつ確か、エルフのカード、失踪で守護を無視できるってことでね。ごめんね、アキさん、出しちゃったわいいね、これなかなかいいじゃないですか。さ、続いて3パック目いくぞ。うん。ゴールドは出ないね。まあ、シルバーが出てるから問題ない。あ、抜刀術出てんじゃん！いいね。これちょっと使って戦いたかったんですよ。さあ、4パック目。何か来るか。来ない。来ない。私が欲しいのはロイヤルのカードや。ロイヤルのレジェンドが2枚どっちかが欲しいんや。てか両方欲しいけども。せめてどっちか来てくれることを祈っていたらなんか違うけど、レジェンドカード来たぞ。こいつなんだ。ロキ。ファンファーレ、自分のリーダー。あ、これかファンファーレをもう一回働かせるっていうなんかぶっ壊れが出たって。神々の遊戯を始めよう。神々の遊戯を始めよう。めっちゃいい声やん。めっちゃいい声で喋ってくれません、ロキさん。マジか!2 回ギガントキマイラああ、ウィッチのカード。なかなか、これ、スペルブーストのキャラなのか。なるほど。ウィッチのカードかー。レジェンド出たの嬉しいけど、あんまりウィッチ使わないんだよな基本ロイヤル命ですから。竜の未来史とかなんか面白いカードも出てますね。ちょっと、使ってみたいですね。さあ、7パック目。うむ、ゴールドが、ゴールド少ねえな。おい、どうしたゴールド、ゴールド。ゴールドが来ねえ。ゴールドが来ねえ。ちょっと待って。ゴールドが来ないですよ。さあ、9パック目。何が来る？ヴィーナス！ヴィーナスは何のカードだ？ビショップ？エルフか！エルフの愛の宴を始めましょう。愛の宴を始めましょう。マジでヴィーナスって感じだな。オッケーオッケーオッケー。まあ、エルフのカードだから、たまに使うからね、エルフもね。さあ、10パック目いくぞ。なんも出れやせん。あ、ミスターフルムーン出てんじゃん。もうこれ、ミスターフルムーンのせいでさ、あの、ビショップのなんだっけ、イージス完璧に終わるよね。イージス、もう使えない感じがするよ。オッケーオッケー。まずはね、次、3パックの方でいこう。ルピア最後だ。もうここで出てきてくれてええんやで。ここで出てきてくれてええんやで、ロイヤルの、なんだっけ、なんちゃらの炎症、マーズ？マーズと、あと一点名前なんか忘れた。レジェンドのやつ。アンドロメダ2枚にペルセウス。ペルセウス、いいね。これロイヤルのコスト1の。俺の伝説はここから始まる。俺の伝説はここから始まる。いいね。たとえ覆い隠そうとも。アンドロメダもいいね。ただビショップなんだよな。ビショップエイラしか使わない。空風鈴もいいですね。6コストで出せば必殺持つからね。さあ、2パック目。うむ、まあ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 、プレミアカードが出てるからいいでしょう。あ、これロイヤルのカードだったんだ。なんたる不敬。死ぬがよい。待て待て、声優さんが森久保さんやで。待ってくれ。森久保さん出てきたか。いいね。オッケー。アンドロメダ3枚目え、ちょっと待って。今回の3パックでアンドロメダ3枚出てしまった。私にビショップを使えと言っているのが、残念ながら私エラしか使わへんで。さて、まあ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 、貯めたんやから使わなな。10連いきまーす。頼むぞ、頼むぞ。ほんと、マーズともう一体のあのレジェンドが来てくれればもうバンバン隊になるんですよ。頼む、頼む、頼む、マジで。うん、うん、うん、違う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 んだよなー
違うんだよな。ロイヤルなんだよな、僕が欲しいのは。ロイヤル？ロイヤル？んー、抜刀術！抜刀術はまあ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 、持っててもね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。さあ、3パック目。いいの来てくれよ。ヴィーナス！またか。またか、ヴィーナスよ。まあ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 、使わなくなったら売りゃいいだけだ。レッドエーテル。またヴィーナス！お前、どんだけ。しかも、このヴィーナスプレミアやし。マジかよ。まあ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 、手に入るだけいいかな。アンドレアルフス。ネクロマンサーのゴールドガード。ラストワード、カードを1枚引く。これ、似たようなやついなかったっけ？なんか言いたいような気がするけど、6パック目。なるほど。なるほど。なかなか出ませんね。あ、フェンリル出てみたいな。なんか可愛かったな、今。ちゃんと取れてるよね。オッケーオッケー。うむ、まあ、森久保さんが出てるからいっか。8コストだよね。出ませんな、なかなか。なかなか出ませんな。9パック目。ドラゴニックシンガー！ゴールドカード来たよ。こいつは、まあ、ドラゴンの手札のドラゴンカード1枚のコストをマイナス1。これいいね、なかなか。さあ、10パック目。ステンノ！ステンノさんって、あれだよね、なんか、女神だったっけ？なんか、そんな感じで聞いたことがあるけど。毒蛇2体を出す！なるほど。え、こいつなかなか強ない？なかなか強いファンファーレだった気がするが、ステンノさん。私が欲しいのはロイヤルなんや。ちょっと待ってくれ。ロイヤルレジェンド、せめてゴールド。ペルセウスだけじゃちょっと心もとない。太陽の神、ルーだって。あいつも欲しいんじゃが。さあ、ラスト10パックいくぞ。頼むぞ。レジェンド、今のところ3枚か。まあ、悪くはないけど。出ない。出ない。おロミオ、プレミアのカードや。やっと。罪を知る。なんかすげえかっこいい声で言われたよ。ロミオさん、これは使っていくしかなさそうですね。アンドロメダ4枚目。マジか。どんだけ私にビショップ使わせたいん。頼むわ。頼むわ。ロイヤル来なーい。ロイヤル来なーい。フェンリルが可愛いんやけど、ちょっと使おうか。ちょっと。来ない。来ない。なんか竜の未来史がめちゃくちゃかっこよくて、ね、使いたくてたまらなくなってきたわ。おっと、魔族の少年、ザイン。これはエルフのカード。守護持ちやん。孤独の道を進むだけだ。パクロミさーん。いい声してるよ、ほんと。いや、アキさんが使えそうなエルフのカードばっか出る。これなんだ、キリン？キリンは、ニュートラルのカードとかで、守護持ちの、よくわからん能力やったな。ちょっと、使えるのか、あいつは。うむ。銀多いけど、ロイヤルのカードじゃないんだよな。イミバオニは、これエルフか。これエルフだったんだ、イミバオニって。待って、アキさんが使いそうなカードばっか出てる。ちょっと待って。出たー！レジェンド！何これ何これ滅殺の鎧？攻撃力0、ファンファーレ、バトル中破壊された自分のフォロワーの数と同じだけ、プラス1する。攻撃力。なるほど。これありやん。フェアリードラゴンみたいなもんか。ザ・鎧って感じの声や。なるほどね。ただこれネクロマンサーなのね。ネクロか。今ネフティスやからな、私な。さあ、9パック目。おっと、なんだこれ。聖堂の天球儀。合ってる。聖堂の天球儀。カウントダウン3で、カウントダウンを持つアミュレットを1枚持ってきつつ、ラストワードでカード1枚と。悪くはないんだけど。おっしゃーと思ったが、これ多分ロイヤルじゃねえよな。トワイライトクイーン、ネクロマンサーよう出たね。生と死の狭間へようこそ。生と死の狭間へようこそ。怖いわ、ちょっと。さすがネクロマンサーのカード、怖いわ。ラストワードが、え？もう一回ラストワードを発動させる系の能力ですか？ってなると、カブラとかと相性いいのかな？あれ、終わり？え、ちょっと待ってくれ！出なかったロイヤルのカードが出なかったよ。嘘、マジで？アキさん、ロイヤルなんか出た？マジで？私、いいよ、僕、アキさんのエルフのなんか、なんだっけ？なんか出たから。え？出たの？嘘やろじゃあちょっと何が出たかだけちょっと教えてよ。あ、了解。
じゃあ今ここら辺にちょっとポンって出てるのかな動画ではね。あ、そうそう、キングエレファント、キングエレファント、アキさんが欲しそうなキングエレファント出ちゃったんだな、これが。殺さんといてくれいや、まあちょっとロイヤルのフォロワー何が出たか確認しようかな。さて、うん、あーやっぱ出たか、出てないっていうか、なんだよロミオ、お前プレミア出たものの出てないんかい。普通太陽の槍流欲しかったな。え、ちょっとアキさん、あのさ、私が欲しかったレジェンド2枚出してんじゃないよ。マジで出してんじゃん。パルボロッソとマーズ1体ずつ出してんじゃん。おかしいやろご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。